X、旧ツイッターでクルド人が日本人タヒネとか言いながらデモをしている動画が話題になっていましたが、日本クルド文化協会が事実とは違うとか言い出しているようです。記事とネットの反応を見てみましょう。一般社団法人日本クルド文化協会が20日公式 SNS を通じ、ネット上で拡散されているクルド人によるデモ行為について説明した。埼玉などで外国人に対するヘイトデモに対するクルド人によるデモ行為が活発化している。ネット上では言葉を連呼するクルド人の集会の動画が拡散され、物議を醸していた。この動画について協会は日本の皆様へと対するお知らせを更新。インターネット上で広まっている動画ではクルド人の人が日本人タヒネと言っていると主張してますが、事実と異なりますと主張した。彼が言っているのは、病院へ行け、病院へ行け、レイシストは精神科へ行けですと説明し、日本人タヒネではありませんとネットの声を指摘。私たちがそんなことを言うはずはありませんとし、私たちは日本と日本人をの人たちを心から尊敬し愛していますから、原文ままどうぞご理解よろしくお願いいたしますと理解を求めた。それでは日本の反応です。実際一部かもしれないが、クルド人が日本人に対し攻撃的であったことは事実のはず。難民としてであってもその国に来たのだから、その国のルールに従うのは当然のことだ。関係ないけど、テレビでは一切報道しないですよね。なぜなんだろう。四六時中テレビの前にいないけど、それでも大谷さんのニュースはよく目にするけど、クルド人関係は見たことない。何の忖度なんでしょうか。本当に日本人を尊敬しているのなら病院へ行けなんて言わない。綺麗事を言う前に川口に行って本当の自分たちの姿を見てからにしてほしい。なぜ川口氏が国に訴えたのか、それをよく考えてほしい。国へ帰れがヘイト認定されて、精神病院へ行けがヘイトにならない意味がわからないよね。デモの動画が拡散されていますから、否定するには厳しいかと思います。川口の治安が悪くなっているのは間違いなく、外国の方々が郷に行っては郷に従えを実行されていないことが地域住民の苦悩につながっていきます。敬愛しているのであれば、どうしてこうした行動になるのか、大使なり教会人なりが現実を直視すべきです。ドイツもフランスも移民を受け入れたことで性犯罪凶悪事件が増加し、治安も悪化、政府もなすすべなく本来の国民の生活や権利が脅かされている。人口減少を理由に安易に他国からの移民を受け入れることにもっと慎重にならなければならない。業界と言いつつ全体を全くまとめられてないんでしょうね。クルド人はトルコで迫害されたというけど、多分同じようなことしてトルコで嫌われたんじゃないかと思う。数年後には日本からもクルド人難民が発生するかもね。ということで、まずは問題となった動画を見てみましょう。あんたたちね、差別デモや差別で日本は守れないんですよ。この動画を見た感じ、私には日本人タヒネと言っているように聞こえるんですが、皆さんにはどう聞こえたでしょうか。彼が言っているのは、病院へ行け、病院へ行け、レイシストは精神科へ行けですと説明し、日本人タヒネではありませんと言っていますが、さすがにこれは無理があると思うんですが、この教会の人はちゃんと動画を見たんでしょうかね。さらに、私たちがそんなことを言うはずはありませんとか言っていますが、何を根拠に言うはずがないと言えるのかも全くわかりません。ちょっと長かったので割愛しましたが、日本のコメントで多文化共生に前向きだった川口氏の市議が
もう行政の考える多文化共生は不可能ですと考えを改めることになったようで、それほど現状はひどいということなんでしょうね。そんな状況でも日本の総理が日本は外国人への差別が少なくないとか言っちゃうんだから本当に狂ってますよね。日本が嫌なら日本から出て行ってと言いたいですが、それ以上に日本の政治家に多文化共生を推進するのであれば、日本人を守ること、外国人が問題を起こした場合日本人以上に厳しい措置を講じるようにしてから推進してもらいたいですね。ということで、ご視聴ありがとうございました。それではまた次回の動画でお会いしましょう。